図書室とか久しぶりに行ったよ。うん、勉強ってほどじゃないけどね、ちょっと暇になりそうだったから興味のある本をちょこちょこ借りたんだ。そう聞くってことはまだ自覚がないか。神様の広め方に興味があるんだよ。シャドウを布教したいからね。うん、絵本だからってなめちゃいけないよ。実際にあった出来事を元にして教訓を伝えたりするんだ。最悪の魔女とかね。うん、例えば今から100年前とか何があったのかなって知りたくて。でもいつも途中で飽きて寝ちゃうんだよね。強敵だよ。